緊急事態宣言の解除が決まった一方で、都の感染状況を分析する会議では、専門家が年末年始を超える感染の拡大も危惧されると強い懸念を示しました。新規陽性者数の増加比が 100% を超えております。今後、変異株等により急激に感染の再拡大が起こる可能性がございます。また花見、歓送迎会、あるいは卒業旅行、こうした行事によって、例年通りに人の流れが増加すればですね、年末年始を超える感染の急激な拡大も危惧されるという状況でございます。また医療提供体制については、重症患者数の下げ止まりが指摘されました。重症患者数ですが、ここでは減少傾向が続いておりましたが、今回下げ止まりが見られております。今一度実効性のある感染防止対策を徹底する必要がございます。感染の再拡大を想定して、病床、宿泊療養及び自宅療養の体制確保について早急に検討する必要がございます。また夕方に行われた1都3県の知事によるテレビ会議でも、4人の知事全員が再拡大への懸念に言及しました。まさにリバウンドいかにさせないかということは共通の最大のテーマになろうかと思います。どうしても4月はね、いろんな、花見もあるでしょうし、いろんな行事もあるけども、これ区切りつけるのは非常に難しい、いずれにいたしましても今が一番ですね、私たち、苦しいところでもあるし頑張りどころもあると思います。若干全体見るとですね、これ本当に先止まっているのか、また増え始めているのかって分からないところもある状況の中にですね、解除といったことについて、やはりある種の緊張感を持っているといった状況、これを皆さんとやっぱりこの感覚を共有していただきたいなというふうに思います。そして1都3県の知事は、緊急事態宣言が解除された後の22日から31日までを段階的緩和期間として、飲食店に午後9時までの営業時短要請を行うなど、1都3県が共同で対策を進めることを確認しました。